ッチ12回戦を行います。赤コーナー東洋太平洋ヘビー級チャンピオン226番のニュージーランドドアキパータセーファー。青コーナー挑戦者東洋太平洋ヘビー級1位220番の2分の1北陸石丸所属ピーター石丸。ジャッジカロリックベルトン。同じくジャッジ上中一郎。レフェリーラビットチェン。Ah!
3.
5.
Thank you.
¡Vamos!
勝者赤コーナートワキパタセファ。応援いたしましたトワキパタセファ選手、財団法人日本ボクシングコミッションより認定証の授与でございます。タセファ認定証、東洋太平洋ヘビー級チャンピオン、トワキパタセファ殿、あなたは1999年4月10日岡山市においてピーター・イシバルと東洋太平洋ヘビー級タイトルマッチ12回戦を行い勝利を得たので共にチャンピオンとなることを認定します。1999年4月10日財団法人日本ボクシングコミッションコミッショナー林優子。勝ちましたトワキパタセファ選手へデイリースポーツ社広告事業局平井隆様より勝利者トロフィーが贈られます。ただいまの採点の結果をお知らせいたします。レフリーデビッド・チュン116対115、ジャッジカリック・ベルトン119対109、ジャッジ上中118対116、3者ともにタセファ選手の勝ちでございます。